渡辺涼、渡辺涼、渡辺涼、1982年2月10日隊は、徳島県鳴門市出身の元プロ野球選手、当主。実家の近所に、鳴門協定場があり、少年時代は、協定選手を目指していた。協定のための体力をつける目的で野球をしていたが、鳴門工業高校時代に身長が、規定、172センチメートル以下。 18歳未満時は168センチメートル以下を超えてしまい、協定選手の道を断念した。高校では初めは遊撃手であったが、投手ができる選手がいなくなったため2年生から投手に転校。3年生時に春の甲子園に出場した。同志社大学では大学通算48試合に登板し26勝13敗、防御率1.62。 316奪三振。4年の周期リーグではチームを優勝に導き、最優秀選手賞と最優秀投手賞を獲得した。その後社会人野球の日本生命に進み、第48回ジャバ岡山大会で最高主君選手賞を獲得。の大学生、社会人、ドラフト4巡目で、阪神に指名され入団。背番号は25が与えられた。この年は、 社会人野球で活躍することができず、この年に自分がプロから指名されるとは思っていなかった。一年目ワニ軍での生活に終始、同年の秋季キャンプからの春季キャンプまでは、ナックルボールの習得を目指した。この挑戦は話題になり、ナックルボールについて、英語と日本語で解説した、写人不明のエアメールが届くこともあった。しかし、 実戦で使えるレベルのナックルボールを習得するには至らなかった。2は、4月22日に入団後初の一軍昇格を果たすと、同日の対読売ジャイアンツ戦で一軍初登板。シーズン当初は敗戦処理での登板が多かったが、安定した投球を続けた。同じリリーフ右腕の橋本健太郎が腰痛で、戦線を離脱してからは、先発投手と、 JFK をつなぐ場面での起用が増加。8月3日の対広島東洋カープ戦、阪神甲子園球場で1点ビハインドの7回裏に、当番 T1 イニングを無失点に抑えたところ、8回表に、味方が勝ち越したため、1軍でのプロ初勝利を挙げた。チームのシーズン3位で進出した2007年のクライマックスシリーズでは、中日ドラゴンズとのファーストステージで、第3戦の先発に内定。 しかし、チームが2連敗で敗退したため実現しなかった。その一方で、同シリーズの終了後には結婚している。2番、f a 県の講師によって、広島から入団した、新井高弘が、背番号25を付けた関係で、自身の背番号を12に変更。春季キャンプから、オープン戦までは振るわず、2軍への降格も経験したが、公式戦の開幕を1軍で迎えた。 シーズン中には JFK の一角を構成していたジェフ・ウィリアムスが故障で離脱したため JFK の一人であった久保田智之と共にセットアッパーへ起用。その久保田が不調の時期には単独でセットアッパーを務めたことによって渡辺、ウィリアムス、藤川球児という系統のパターンが定着。前日の JFK と同様に3名の頭文字を取って WWF と称された。も前年に続いて、中継ぎ陣の一角として活躍。ただし、後半戦に一時二分組へ降格するなど、やや不調であった。逆に、一軍の中継ぎ陣が総じて不調であったには、投球内容がおむね安定していた。には、藤川と共に、勝利の方程式として期待された久保田と、小林博之が、いずれも不調であったために、 クローザーの藤川につなぐセットアッパーの一人として活躍した。2は一軍公式戦50試合に登板したことによって6年連続で40試合以上の登板を達成した。したが、他の中継投手陣が好調だった影響で前年に比べて接戦の場面での登板が減少。勝敗を記録しないままシーズンを終えた。2は春季キャンプ中に 右肩の違和感を訴えたため、開幕を2軍で迎えた。しかし、先発からクローザーに転向した、久保安友の救援失敗が相次いだため、5月29日に久保と入れ替わる、格好で同年初の出場選手登録。中継ぎ投手陣の一角を担っていたが、7月25日の、対東京ヤクルトスワローズ戦にて1回1、3を3失点と打ち込まれたため、 翌26日に登録を抹消された。9月13日に再び登録されたが、3日後の16日に登録を抹消されると、そのままシーズンを終えた。以降は、前述した右肩痛の影響で、一軍公式戦での登板機会が徐々に減少。同年には14試合、には1試合の登板にとどまった。2015年9月29日には、 翌年の戦力構想から外れていることが判明。同年10月1日に阪神甲子園球場内での記者会見で現役引退を表明した。同月30日に NPB から任意引退選手として公示。2016年1月1日付で阪神の球団本部プロスカウトに就任した。ストレートの平均球速時速1 4 1トル。 2012年、6シーズン連続で40試合以上登板し、鉄腕とも評された。一軍公式戦での通算登板数は362試合で、いずれも救援によるものだった。ショートリリーフが多かった影響で、通算で75ホールドポイントを記録しながら、セーブがつくことはなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。